女二人映画の話さあ始まりました女二人映画の話第115回三田村千春です宇宙魔王ですこの番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょうはいあ、はい、大丈夫です今の PP は大丈夫ですはい大丈夫ですかはい、はい いやどうですかなんかすごい涼しくなりましたね、はいうん、ねえいきなりなんかこの前の雨からみたいな感じしません雨台風台風だっけ,だっっけなんか雨降ってすごい涼しくなったなって印象があって、うん、そうですねこうやって季節って変わるんだなっていう気持ちでしみじみしておりますでもその今収録してるのはシの頭、うん 今日は月曜日ですけど、はい。今週はずっと天気が悪いみたいですね。あ、この後、この後。うん、じゃあやっぱそこでこう天気が変わっていく。気づいたら寒いっていうね。気づいたら寒いよ。本当。そうなんですよ。ね、もう年末ですから。かね、夏服が夏服が急におかしな感じになるっていうか、うん、着てくとあれ。 あれなんか私だけ夏みたいな感じに <laughs>、うん、なってたりして、うん、秋の予想追いもねちょっと準備しなきゃいけない感じですねそうですね,ねでも今年の夏はさまおちゃんは結構、うん、アクティブにいろんなとこ行ったりしたんじゃないした、えー、とも言えるしたとも言えるがどうなんでしょうね <laughs>、うん、なんつうかそのなんですかねコロナが からね、コロナ前はどうだったかって言っても、うん、まあもうちょっとやってたあ<ー>、うん、まあ事務所にいたっていうのもあるけどはいはいはいうんっていうのでまあニューススタンダードこれがみたいな感じでやってますけどねそうですねうん私は今年は、ね、はい夏服1個も買ってないですねあー あ、そうですか。うん、まあ、外に出るかかってな必要がない。うんね、外に出るそうことが本当に減ったし、まあ出たとしても近所散歩するぐらいなので買い物行ったり。もうなていうか誰に会うわけでもないゴミ服ですよ。ゴミ服。私の私の大好きなゴミ服。<laughs> あえゴミを,着を着て出かけると安心するっていう,う出かけたいっていうねそうそうゴミ服しかない <laughs> はいはいはいそうで,すでしたねまあでもなんていうんですかね、うん、そういうのもありますよねなんかまあ私もあんまり今年服買わなかったなっていう気持ちはありますねうん、うん、あでも、うん、もはやコロナ前のうん スタンダードそれこそスタンダードが全然思い出せない思い出せないですよねねえうんちょっとでもあまりにも我々の場合は結構生活が、うん、そのねコロナどうこうっていうか結構変わったじゃないですかうん、うん、三田村さんは出産あったしそうですね,ねえ私も、はい、その引っ越したりとかあとは事務所に向けたりとかっていうのがあってそういうのも含めて どううやってて夏過ごしてたのかも思い出せないっていう思いう思出せない、うん、まあそういうタイミングその人生の中でのそういうタイミングとコロナとなんかいろいろこう一気に、うんうん、一気に来たのかなっていう感じはするよね,で,ね、うん、でもなんかちょっと今日の映画見てても思ったんですけどうん、うん、その。 子どもの頃も何してたかはもう覚えてないなっていうのはすごいいや本当にあったそう、うん、なんかさ<局>私、うん、本当に覚えてなくてなんか例えばさ地元の幼なじみとかと久々にこう会ったりする時がたまにあるとその昔の学生時代それこそ小中高ぐらいの時の話とか、うんはい、全然覚えてないんだよね。あ なんか、私だけかなっていうぐらい、うん、あ、じゃあ周り,はか周りは覚えてるのに、見てもらさんだけは覚えてる、知らないみたいなうん、知らないというか、<laughs> うん、なんだっけとか、<laughs> えー、そんなことあったっけとか、それ誰だっけ <laughs> うん、うん、とかうん、うん、はいはいなんかすごいこう、白状な人間みたいな感じで忘れちゃうっていうねそうそうそう、なんか気まずいんだよね <laughs> <laughs> うんでもだからいやなんか後で読みますけどいただいたメールもなんか読んで、うん、いやそうだよなって思うことあ,あってなんかそのうんなんか記憶がそれぞれ違うよなっていうあ同じ出来事でもね同じ時間を過ごしててもだしどんどん自分の中でもなんか変わっていくしねあのそうですね 美化してったりその逆もあったり誇張されてったりねするからねうん所詮人の脳なんてねそう都合のいいようにそうそうだから自分も他人もあんま信用しちゃいけないっていうかそのね昔の話とか昔の話っていう程度で聞いておくのが一番いいっていう感じそうですよね 真実だと思ってしない、うん、聞かないっていう方がいいっていう感じで、うんねまあ、なんかそんなメールはね、うん、後で紹介するんですけどはいはいはい普通にこう番組への感想メールが久しぶりに書いていただいて<お>それ読みましょうかはいね。お願いしますえっと野放しネームうっちぃさん京都在住ありがとうございます チャンネル開設当時から拝見しています数回ですが YouTube のコメント欄にコメントを書いたことがありますかっこ精神ゼロの会など ちょうど仕事などに疲れて、なんだか今日は疲れたけど、疲れたまま寝たくないなって気分の深夜に濃いめのコーヒーをすすりながらお二人のトークを拝聴することが多いです。どこかへの忖度や、誰かへの迎合とは無縁の自由でかっこいい意味で、乾いたお二人の語らいに癒されます。別に癒し系のトークではないのになんか癒されます。一言で言えばコーヒーとよく合います。どうでもいいメールを失礼しました。これからも楽しく聞かせていただきます。残暑が厳しいですが、動画ご自愛ください。ということで、優しいメール いただきました。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。うんうんうん。なんかなんつうんだろう我々のおしゃべりはなんかこう特に新しい知識が得られるものでもないし、<laughs> なんて言うんですかね、うん、あの特に何かの目的やゴールのあるおしゃべりではないので、でね、なんかこういうそうまさにこういう楽しみ方をしていただけるのがいいなと思いましたね。うん。 あありりががととううごござざいいまますすちょっと最近メールもなかなか減ってるので皆さん是非ねそうですようんどんどんくださいね一つの作品を2週にわたって取り上げて語っていきます今週の作品は「金沢智樹監督サバカン女が二人」 くれるタラタラツルツルゆるゆると今日も平和な木曜日今日も平和な木曜日 1980年代の長崎を舞台に2人の少年が繰り広げる冒険とそれぞれの家族との愛情に満ちた日々を描いた青春ドラマ。1986年夏斎藤由紀と筋肉マン消しゴムが大好きな小学5年生の久田は夫婦喧嘩ばかりだが愛情深い両親や弟と暮らしている。 ある日彼は家が貧しく同級生から避けられている竹本とイルカを見るため海へ出かける溺れそうになったり不良に絡まれたりとさまざまなトラブルに遭遇しながらも友情を育んでいく久田と竹本だったがやがて別れを予感させる悲しい事件が起こる久田の両親を小野町子と竹原ピストル ドラマ「半沢直樹」の脚本などテレビや舞台の脚本演出を手がけてきた金沢智樹が映画初監督を務め萩森淳いいと共同でオリジナル脚本を執筆。2022年制作日本はいはいサバ缶サバ缶そうですねこれ最初に言っていいか分かんないけどはい。<laughs> <laughs> 私,私が先に一日早く見に行きましてちょっとこう何て言うんですか頭を抱えたと言いますか <laughs> あの比喩としてじゃなくてあの文字通り映画館で頭を抱えまして、うん、<laughs> <laughs> そのままはい、はい、あこれやっちまったなっていう感じで。<laughs> 慌ててその夜マオちゃんに謝りのラインを入れるというはいはい選んでごめんねというラインがねあしたけどいやなんかいや違う違う違うマオちゃん違うんだよっていうなんかなんなんかじゃないけど言い訳したい気分だったはいはいあそうですかはいやなんかそう三田村さんそのラインもらってうんまあ私もなんかちょっとドキドキしながら でも私の中ではなんとなくイメージしてた通りではあったかなっていう感じで <laughs> やっぱりさいやあれじゃないその基本のさ邦画のこう基本期待値が低いじゃん,うん、うん、真央ちゃんって多分そうそうそう私は多分そうなんですよだからそそんな感じかなと思ってあ大体こんな感じだなっていう感じで出たっていう感じで <laughs> <laughs> そうですね <laughs> はい。 でもまあ三田園さんちょっとやっぱね期待してたところはね、はい、あったからこの作品を選んでくれたそうですねあの、うん、もうちょっと期待はしてたかなはい、はい、何よりやっぱり「ミッドナイトスワン」の名前を出しすぎですね広告でミッドナイトスワンの草なぎ剛みたいなあの「ミッドナイトスワン」の感動が再び的なあそんな感じなういうはい,、えー、いテレビ CM とかでもそういう感じで 何なら同じ監督なのかなって思ってたぐらいで私は全然違うんですけどあそうなんだ「ミッドナイトさは見てないけどあれはすごいでもなんかねよかったからって言いますもんねそうなんですよねだからそこに釣られて見に行っちゃいけないねっていうえっでも全然イメージとしては全く違う映画ですもんねううんんまあその草薙さんが出てるっていうのって 制作のの関わってる会社が一緒ななかあなるほどそうだからその名前を使ってもよかったんでしょうというはい感じでうんはいえとじゃあさっきちらっとお話ししましたけどもこんなメールをいただきました野放しネーム久保木かおりさんえ三田村さんいつもお世話になっておりますあ三田村さんのお知り合いなんですねそうあの C D のジャケットとか、あのえ、アルバムのパンフレットとか全部デザイン最近お願いしてる。あとアー会社とかもお願いした。そっかそっか。アートディレクターの久保木さんですね。うんうん。がっちがっちり本名で野放ししの久保木さん書いてくださってます。ありがとうございます。嬉しい。はい、お世話になっております。 はいまおさんはじめましてアーートディレクターの久保木香織と申します、えー、小野真子さんと俳優としての草なぎ剛さんが好きなのと全体的にザ・砲画のテンションだったので心地よく見れた素敵な作品だと思いましたが私は子供が主役の映画が苦手です サバの塩焼きが好物の私がてっきりサバのガチドキュメンタリーかと思ってもたからという理由ではございません <laughs> スタンドバイミー的な構造というか振り切ってリアルに深掘りできない感じといいますかなんとなく個人的に苦手な匂いがするからです昔の記憶って都合のいいように勝手に頭の中で作り変えているって聞いたことがあるので私は子供の頃の思い出なんか怖いんです誰も覚えてなくて誰が本当のことを覚えているのか誰もわからないから ということもあってサバ缶の感想は怖い怖い幼い過去怖い幼いでしたお二人は子供の頃の記憶って鮮明ですか、うん、子供の頃の自分に言いたいこととかありますか私はハムを真ん中から食べて縁を残す食べ方やめなさいと言いたいです、えー、<laughs> ラジオ向きじゃない長文メッセージ失礼いたしました、はい、もしも採用された際にはいくらでも足ってくださいませいえいえありがとうございますはい全部読ませていただきました 野放、はいはい、し久保木さん聞いてくれてるんですねてだ,ってるんだねえ、ねまあ、しかもお好きっていうのは知ってたけど、ね、うん三田村さんに LINE とかじゃなくてちゃんとメールくださったというね<お>、うん、ありがとうございますありがとうございますなんだろうまあ「スタンド・マイ・ミー」っていうのを出されてますけどその「スタンド・マイ・ミー」ってやっぱ子どもの頃の思い出を改装していくって同じ作りですけど大人になった主人公が。うん だけどやっぱ、うん、あん中には死の匂いとかその子供の残酷さとかそういうものが結構えぐく入ってて、うん、なんかやっぱ大人の視点で思い出すからこそあちょっと怖いなって思う瞬間があるというか子供の時には気づかないものみたいなのが入ってたりするとこがあると思うんですけど、うん、多分それがリアルっていう言及だと思うんですけど、うんうん、やっぱこの映画は、まあ、最終的に本当にその。 動画っぽい素敵な雰囲気っていうかっていうところでまとまってて、うん、っていうのが良さでもありなんか物足りなさでもあるのかなっていうのは思いましたけど、うん、まあその辺は後々話していきますかね、はい、そうですねはいではもう一つ、はい、シネマヒーローは名曲さんいつもありがとうございますありがとうございますええー、丸さんもあさんこんばんは 真央さんの活発なライブ活動に加え三田村さんも3級明けからの復帰ライブ決定おめでとうございます。楽ししみにしています,いますさて今回の課題作ですが子役のお二人は監督さん曰く素人とのことでしたが演技がぎこちないということはなく素直に作品に入り込めて見ることができました。 子供なりの秘密はあっても闇のない家族映画として気持ちよかったですし骨本のエミリーさんもおっしゃってましたが列車を見送った後のあのシーンは思わず目が潤みました夏映画って感じで老若男女問わず見てほしいです唯一苦言を呈するならパンフレット問題ですね冊子版が一部の寿司ローでしか購入できないというのはどなたの発案だったのかお昼時にお寿司も食べずにパンフレットだけを買いに来た私に寿司ローの店員さんが優しく対応してくださったので救われましたがててんんてん,てん それでは三田村さん、真央さん、またねーということでいただきました。はい。はい、あ、またねーって。<laughs> またねーね、映画のセリフですね。パンフレットね。パンフレットこれ、うん、私あの劇場で本当にあの買わずにスルーして出てきてしまったんですけど、売ってなかったんですね、はい。売ってなかったです。でね、あのーうんうん、デジタルと素城っていう。うん。ね、なんかこれがこうちょっとテレビ 出身の人っぽい雰囲気ねありますよねこのプロモーションの仕方っていうか監督っていうことじゃなくて全体的なねうん送り手側がねそう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 うんんかこう代理店っぽい感じっていうかこういう雰囲気があるまあ面白いですけどねサバ缶寿司を売ってるんでしょうあ食べれるのかなねちょっと調べてないですけどうん あと、あの子役の、まあ、うん、はいはい、いあ、どうでもいい話なんで大丈夫です。はい。<laughs> はい。<laughs> 子役の、はい。お二人は、まあ、素人は素人っていうか、えー、映画。デビューっていうことでしたけど、ーあのー、えっとね、たけちゃんの方。えっと、原田よしおさんのお孫さんなんだって。孫。うん。そっか。 あなんかすごいあのお顔出しもジャニーズっぽい雰囲気あんなーとか思ったけどやっぱりそういうお家の子なんでしょうねそうみたいですうんその子がまだ赤ちゃんの時におじいちゃんは亡くなっているから全然知らないけど、うんうん、でも映画が好きでいろんな映画見てるって言ってましたええー、パンフレットにパンフレットに書いてありましたあそうでしたかうん,うーん じゃあまあ今後も活躍していきそうですね。きっとまあお二人、ね、二人ともそうでしょうね。うんうん。あともう一人の主役の方のあの男の子はあの弟もいたじゃないですか劇中で。弟、はいはいいましたね。あれは実の弟ですね。あそうなんだ。はい。あれは可愛かったですねあの弟。あの弟可愛かった。うん。バッチリでした兄弟。はい。 ありがとうございますありがとうございます 2> 女二人の推しポイントこの映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーです今日は真央ちゃんからお願いしますはいじゃあちょっと子役の話が出たのでいきたいと思いますはい。宇宙真央的推しポイントその一。子役が芸奪者、うん、私全然なんか素人だと思わなかった あんまり演技経験がないっていうことだと思いますけどんかその子供らしさがいい意味で出てて、うん、でなんだろうなだけど細かいところちゃんと分かってるな分かってやってるなっていう感じがしたので、うんうん、なんかそのテンションの作り方とかっていうのがはい、はい、ま特にその竹本君の方原田芳雄さんのお孫さんの方はうん、うん、なんかこの。 るかこうどういう空気感音楽が流れどういう音楽が流れてるかとかっていうの何かこう自分の中で分かってるような感じのお芝居だなっていうのを見てと思って、うんうん、でもあの二人は少年っつってももう結構いろいろ分かってる年の子だなっていうのは思って、うん、なんかその子供の頃の思い出を。 作るにしてはちょっと大きいんじゃないかなっていうのはちょっと思ったんですよね。<ー>なんかあれっていくつぐらい小五とかのぐらいの感じ?。十歳ぐらいうん。小五。ね、まあ、多分小五設定。うん。で、実際小五小六ぐらい,だと思います。うん。そうですよね。うん。まあ、その頃自分のことも思ってもそうですけど、結構まあ、うん、友達との付き合いとかも、なんかこう。 純粋なものだけじゃなかったっていうところあったんでなんかこうシビアな感じっていうのもあ,あ<ー>もう出てき始めてるんで小5小6ってだからなんかこう美化して描くにはちょっとでかいかなって思ったんだけどなんかそのニュアンスも結構本人たちは分かってるっていうか<ー>子供っぽすぎない感じど、ね、子供っぽい演技をやろうとあんまりしてない感じもあったんでうん、うん、まあそれは演出もあると思うんですけど なんかそこはちょっと何だろうそんなに引かずに見れたっていうか子供たちはのことに対してはあんまりこう気持ち悪さを感じないっていうか子供が子供の演技してるって思, <laughs> 思うとちょっと引いちゃう時はあるんですけどそういう感じがなかったんで、まあ、その、うん、絶妙な大人に片突っ込んでる感じもちょっとありつつ、うんうん、なんかこう好感が持てる子供たちって感じでしたね。 主人公の、えー、と久田君久ちゃんの,方の顔が良かったですね顔良かった漫画みたいな顔でしたね、うん、本当ねそうそうそう,そう、うん、もう一人の原田善雄さんの孫お孫さんの方はなんかこう、うん、オーラがあるというかね,うん、うん、ねそういう感じでよかったです二人ともよかったはい、はい、ではいきます 村千春的推しポイントその1やっぱ長崎って私は高校の修学旅行で一回行ったことしかないですけどすごく坂が多いっていうイメージがあってだからこそのシーン なんか美しい景色がいっぱいあるんだろうなと思ってうん、うん、今回の映画の中でも自転車で坂を急な坂道を上ったり下ったり、はい、自転車でしたりっていう風景はすごく綺麗でしたね。うん、あと海、うん、海とか島とかちょっとあの一箇所一箇所なんか分かんないけど海のキラキラをなんか後からすごく足してる 感じの絵があって、no はいはい、それはちょっとすごいやりす,やりすぎてるなとは思ったけど <laughs>、はい、<laughs> まあでもあの山の上丘みたいなの上からの長崎の景色とか、うん、そうですねすごくロケーションはすごくいいなと思いました、うんうん、設定も80年代ということで80年代、はい、昭和の終わり、まあ、まさに私が80年代、うん 六年生まれなんですけど。ああ、はいはい、はい。ジャスト生まれたの。舞台の。そう、生まれた頃なんで、昭和の終わり。の。うん、こう、田舎の。雰囲気。っていう。の、をこう、ノスタルジックに感じ。たいな。っていう人は。すごく。見に行ったらいいと思う。うんうん、うん。でも、実際、劇場。 の中には結構それぐらいの年代の人が多かったかなっていう感じがしてです、ね、まあちょっとちょっと上の人はいですね、はい、が多かった感じがありますね、うん、結構すすり泣いてた人も多かったですねああほ、うんとあのー、結構笑い声も聞こえましたああそうですねうん年配年配どれぐらいだろう50代60代ぐらいの方のうん 母っていう笑い声が結構上がってましたうん、うん、そうですねちちょこちょここありましたあ私もほぼ同じようなことを思ったので言っちゃっていいですかはい、はいえー「宇宙回って教師ポイントその2」「夏の終わりに見るには最高な大人のための夏休み映画」っていう感じでしたなんかやっぱ大人になると夏休みってないじゃないですか 長いことは、ね、そうそうそうで、うん、好きに遊んでいいよとかないしやっぱり子供時代の夏休みっていうもののイメージを一生引きずって生きていくんだなうちらはっていう <laughs> なんかそれを思って<ー>やっぱ夏ってなるとああいうことを思い出してあれを一生あん時の気持ちっていうのを毎年取り出しては大事にめでてまた夏が終わるとしまって。 またた来年取り出して見るみたいな、うん、なんかそういうとこってやっぱどうしてもあると思うんですけど、うん、なんかそういうところにはめるための映画だなと思って、うん、あの自分たちが自分が思い出したい夏休みっていうかそうね、うん、大事にとっておきたい夏休みやっぱその、うん、あんなにうまくいくことってないじゃないですかやっぱなんかこうラストの展開とかもなんつうのかな。うんうん 思い出そうと思えば「ああの子にあんなこと言っちゃったわ」とか「あの子にあんなことしちゃったな」とかっていうことの記憶の方が結構出てきたりするんですけど、うん、でそれをそうこ謝らないきゃいけないけど、うん、謝りたかったけど、うん、結局こう謝らないでできなかったとか、ね、そうそうそうもう二度と会えなかったとか子供ゆえにこじらせたままになっちゃったなとかうん、うん、まあ大人でもありますけど、うん、だからそういうことも,ももちろんあるんだけど。 まあ、なんかそうじゃない楽しかった思い出良かった思い出っていうのをやっぱ思い出したいよね大人になったらさみたいな, <laughs> なんかそういうものを、うん、こうそういう自分にとってのいい思い出のアルバムを開きに行くみたいな映画だなと思って、うん、なんかあのだからこの間さよちゃんとつゆくさんの話をしたんですけどちょっと近いものを感じて。はい なんかこう大人がこう今の自分を肯定したりとかするためにこうちょっと見たくなる映画だなっていう感じがしましたねうただねそのパンフレットとかを読むと、うんはい、結構子供に見てほしいみたいなの書いてあるんですよねえそうなんだそうやっぱパンフレット買っただけのことはあるでしょ新事実が結構ありますねそう おゃスルーしたパンフレットをね熟読させていただいたんですけど <laughs> 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 そうなんか監督とかも、ねうん、そうなんか子供が初めて見る実写映画になったらいいなみたいな感じで書いてていやーでも子供はこれ小学生とかね見たらどう、うん、あんまりピンとこないんじゃないかなと思って。うん、そうそ思う だって、うん、面白いこと。特に起こんないし、なんか子供がワクワクすること。うん、あの中であんまり起きないからそうですね。ね子供はすごく何て言うか？もっとシビアな中にいるから、うん、ね。何て言うか、あんなき,きれいじゃねえよって思ったりとかすごくなんか綺麗事だなって感じる気がするんだよね。うん、だから大人の方が。 あのころをキラキラした感じで思い出せるのにはいい,、うん、い,い映画かなって思った、ねうん、いやその辺もねちょっとこうそごが生まれてんだなっていうのは思ったな、うん、確かにねはい、うん、というちょっとそんなちょっと暗雲が立ち込めてきたのではい、はい、三田村千春的推しポイントその2「喜欠」ケツしかないなと思いました<あー> <laughs> 賞 <laughs> <laughs> 点がない。あ、そうなんですよ。奇賞天結のね、奇結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 の繰り返しだなって思ったんですよ。はい、はい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 。まあなんかね、最近はこう復戦回収とかいう言葉みんな好きですけど、うん、なんかこういろんな伏線が最後にこう全部回収されるとか、うん、そういうことはなく、うんはい、こうなんか一個の エピソードを良さげな感じで出したいがためにその前にこのエピソードを持ってきとくとかなんかその繰り返しな感じなんですよね。うん、例えば、まあ、これは、えー、と冒頭最初の方で草薙さんが、まあ、大人になった主人公ですよね、うん、が、はい、え娘と水族館に行って。うん まあ、イルカを見たりとかしてるんですよはいそのことが、えー、少年時代のことを思い出すきっかけにもなったりとかしてると思うんですけど、うん、その少年時代に、えー、その少年二人が冒険に出ようっていうきっかけが、まあ、イルカを見に行こうぜっていうことなんですよねうん,、うん、うん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 そこでイルカっていうのが出てくるんですけどはい なんかそのイルカを思い出すためだけに水族館に最初生かしてるなとかはは、うん、はいはい、はいでそのちょっといじめられてたっぽい貧しい家の友達タケ、うん、ちゃんがなぜ主人公ひさちゃんを冒険に誘ったかっていう理由をが最後の方で語られるんですけど、うん、その理由を言いたいがために。 その前のシーンがその前というか,、うん、確かにそのね最初の方にある出来事があるんですけど、うん、それがあるとか、うん、まあなんか一時が万事全部こう「気欠気欠気欠」っていう感じなので,うん、うん、でそれぞれがそんなにこう密接につながってないというかうんそれがもったいないなという。 うん、感じですねでそれぞれの大人との関わりもその,、うん、その大人一大人と少年たちっていうこう何て言うんですかね一本の線だけというかそ,うっす、ね、それぞれがそれぞれあいいなんかいい感じの関わりだよねっていう感じで終わってるというかなんかその辺がちょっと残念かなって 思いました、うん、確かにねそうだからいろんなことがつながってないとかそのまあつながっててもつながったものがさらにその先に繋がるとかっていうことが起きていかない,いう、ねうん、そうですね。うん、うん、なんか起こる出来事とか出てくる人とかが、うん、全部そのストーリーのために起きてること。 ストーリーのために出てきてること、うん、言わせてるセリフっていう感じになっちゃってこう話を進めるための道具にしか見えてこないっていうのが、うん、もっったいないな感じがあったかななんかあの小野町子と竹原ピストルを出しといてなんかすげえもったいない使い方してるなって思いましたねそのキャスティングがすごいね。 そうだったですけどね。あの岩松涼さんでしたっけあのはい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 みみかん農園のさんとかの,かん農家のうんうんとっかめっちゃいいじゃんと思ったけどねなんかあれもあの人を出したいだけじゃんみたいな感じの <laughs> うんあれあれいるあのキャラクターっていう感じでそうですねあれあれ完全にいらなくないって思いました、ね、<laughs> <laughs> だから最後のあの最後のねラストのくだりでちょっとこう 一,一泣きのシーンを作るがためのねねっていう感じがするよね、うんうん、あと一番は私はあのかなんかあの女の人だと思うあの高校生ぐらいのお姉ちゃんいたりあれ <laughs> <laughs> もなあれも謎だったあの人も謎でしたねたなんか記号としてのなんかねね憧れのお姉さんみたいな、ね。最後にまあ,あの人が 出てきてっていう視点あるけど、なんか、うん、あ、そうそのなんかね、それもいるいるかなそれって感じだったし、うんうんうん、うん、押してんだか引いてんだかわかんない、押してんだか引いてんだか引いてんだかわかんない、<laughs> <laughs> でも逆に見たくなるっていうねことはあるかもしれないし、<laughs> まあまあそうだからなんかその、はい、まあでも映画ってこんなもんでいいんだよなとも思ったんですよね、なんかその、ほう。 全部が全部。緻密に作られた映画ばっかじゃなくなくて良くて、なんか大人がちょっと疲れたから、<laughs> なんか綺麗な映像を見たいとか、可愛、うん、い,い子供見たいとかって思ってちょっと泣きたいみたいなのにはやっぱすごいいいと思ったんですよね。うん、そのすごいクオリティがすごい低いわけじゃないし、役者さんもみんないいし、うん、なんか見,見せてる。すごい。見せる力はやっぱあると思うんで、なんかこう。うん なんだろう怒り狂うまでダメな映画って感じでもないっていうか <laughs> なんか映画ってこういう楽しみ方をする映画もあってもいいかもしれないなってなんか最後は思ってましたそうねまあ、なんか夏のね暑、うん、初期払いっていうんですかそうそうみたいな大人 <laughs> って言うんですかねちょっと暑 <laughs>、うん、くてだるくて疲れちゃったなみたいな大人うん,うん。 向けにはなんかすごくいいと思います。うん、はい。えー、以上女二人の推しポイントでした。女二人映画の話。 とということで今週は前編なのでここまでですね、うん、ちょっとあの、はい、アクセルかかってきたところで急、うん、ブレーキ踏んだ感じありますけれどもそうです、ね、続き、はい、続きはねあの来週も喋っていきたいと思いますので、はいえー、なんでこういうことになってるのかっていうね <laughs>、はい、ことをちょっと考えたいと思います。はい えこの番組はポッドキャストと YouTube で聞けます。お好きな聞き方でどうぞ。えー、YouTube の方はコメントやチャンネル登録、グッドボタン,グッドボタンをお願いします。そして Twitter、Instagram もやっておりますのでフォローお願いします。感想やご意見はハッシュタグ2人の話をつけてぜひ年としつぶやいてください。そして今週ももちろんやります。えー、この本編と合わせて映画のネタバレを含むさらにしゃべり足りないことを女2人映画裏の話としてしゃべっております。こちらは女2人映画裏の話のノートに,にて音声配信中で1つ100円で購入して していただくと聞くことができますノーカットネタバレ終わりのどのばなしな投稿ぜひ聞いてみてくださいはいじゃあ告知、はい、お願いしますはいえー、っと宇宙マオはですね9月2日岸上寺でライブしますあとは9月11日もバンドで、うん、下北沢でライブしますので遊びに来てください、うん、はいはい三田村千春はえーサンキューからの復活ライブ11月23日が東京でバンドでワンマンライブ、うん します。青山月見る君思うですそして地元の岐阜では12月の11日に弾き語りでワンマライブしますのでぜひ来てください、うん、よろしくお願いします、はい、はい。来週も木曜夜8時配信ですぜひ聞いてくださいここまでのお相手は三田村千春と宇宙マオでしたさよならさよなら